今回よりエクボは通実況投稿していこうと思います。普段三国志再戦の動画を上げておりますシリュウと申します。地元に録画機設置店舗がなくて直撮りになってしまうことご了承ください。それではやっていきます。こちらの乗る機体はターン X、 家庭版で普段愛用している機体です。本作では前突角が追加されたりして、この前突角がすごい強いと言われがちなのですが、僕が積極的に立ち回りに取り入れているのが小学党のアンカー。この武装今回注目して取り上げていこうかなと思います。で、ここで序盤お互いに削り合ってエクシアが多めに削れたのが美味しいというところ。それでここですね、ここ100式のメガバズーカランチャーを置いたのが見えたので、下サブで車線を入れに行って、メガバズの車線とかぶせてエクシアに当てていく。これなんですけど、ターン X の下サブのゲロビと100式のメガバズーカランチャーは色が同じなので、まあ車線をかぶせることによってこういう隠し方ができるという、まあ小ネタというかなんというか、そんな感じです。で、ここ、レクスが来てたのが見えたので覚醒で、ここ尻尾当たっちゃうんですが、ガードが間に合って左がかりでレクスを落としていく。で、ここもアンカーなら届く。そのためのそう、アンカーって前突角に比べて発生も早いし射程距離も長いので、判定の強さを押し付けていく前突角と発生や射程の長さを生かしていく下格闘のアンカー。この試合は両方使えてて両方当てれてるんですが、ここの使い分けなんか結構ターン X 使う上で大事に僕はしているところですね。で、その間に100式軍が落としてくれて、試合終了という感じです。ここまで見ていただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。